浜ぐリスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です今夜のゲストはまずはこの方ですこんばんはお久しぶりです柳田浩二でございます柳田さんはい今夜は、はい、ついに我々の、はい、サブカル仲間秘密兵器、はい、秘密兵器をねもう秘密じゃいられへんようにしますんで <laughs> 紹介しましょうかはい、はい、小野さんです こんばんは小野でございます。よろしくお願いします。小野さん、小野さん初めてですかね。初めてです。初めてじゃないまあ私がねあの旧ツイッター X 上で柳田さんと小野さんを刑事最強サブカル50代コンビと。そうですね。言ってくれましたね。言ったんですけれども、小野さん今おいくついらっしゃいますか。今ですね。52歳ですね。52歳。柳田さんが55です。55。55。で私が47。はい。まあ。 お二人はねあの先輩に当たるわけですけれども、私のこのあのあ今、歩んでる道の先にお二人いらっしゃって、似てるんですよ、この家族構成も、ね、我々これ3人と、はい、私も小野さんも柳田さんも、はい、お次男、次男お兄ちゃんがいて、はいはい、お兄ちゃんの影響を強く受けて、真似して、はい、模倣して。はいで いつの間にか兄貴を抜かしてる抜かしてましたね完全にその部門では抜かしてました抜かしてお二人ともお嬢さんが一人いらっしゃる娘がいます今もお嬢さんがお二人ともだいぶ大きくなられて成人されてそういうカルチャー的な映画であったり音楽であったりまあね存分に楽しんでいらっしゃるそうですねまあこの中で言ったら小野さんやね おサブカルを一番楽しんでのあのねまた私のツイッターあの X ですか紹介しようと思うんですがそのね私あのあの時々この番組を取り上げてくださってる時にそのリまあリポストっていうのリツイートしてるんですけど小野さんのブログはねつまじんです面白いなねあのスケジュール管理が面白いもまずう日々見た映画聞いた音楽料理聞いたラジオ料理料理 まあでも実際は、ねやっぱりタラリーマンなんで、本当にもう、週の1日、2日の休みのところに無理やり詰め込んでる感じあ,、うんはい、あれ楽しそうやけどね、某うラジオ局にお勤めになられておりまして、ラジオっ子で,で,、ね、でもあって、なるほど。はいえー まあ、こんだけ見れてたらええなと、いつもね、小野さんが紹介なさってる映画、ネットフリの映画とか、ドラマであったり、そういうの見ながら、みんなあかんなって思いつつ、やっぱりね、娘6歳、見てるわけには、見るわけにはいいかななですね時間がく住田さんまだ6歳やから、言い訳立ちますけど、うちは20歳ですからね、なんかね、この50の半ばくると。 いろんな人生観が変わってきてなかなか小野さんのようにいかない。 これがちょっと本当に悔しいところで小野さんはほんで繊細でしょ、文章読んでても、優しいね、中二ほんまよく中二病とかいう言い方をね、いろんな意味で言いますけれども、そのいい部分の中二をずっとキープなさってるから、あのブログを読むと、日々の泡でしたっけ、そうで日々の泡、同定感が、感にれもうね、お嬢さん26歳なのに、小持ちの同定で言われてますんで。いい そうこういう映画を見たり本読んだりこんな気持ちでいまだにね50代過ぎてもね触れたまにんか奥さんと映画とか奥さんと料理行ってるでしょ食事まあまあまあねあれもすごいなと思う行かないですか柳さん奥様とあんま行けてないですよはいでもそんなもんけてないですよえそんなに行けてないですけどいやいやいや僕もほんま憧れてるあん なんんか失ってるもいやでも本当にこいつまでや,ってんのやるのかなと思いながらいいやいや,いやそれはやめられませんよまあも好きなんでしょうね<ー>何年ブログはなさってるんですか、ね、えっとね99年1999年,99年から平成11年ですもともとホームページホームページを自分で立ち上げて。 でそれの影響ももともとは杉戸橋博士さんの影響が強いんですけど博士もずっと90年代からブログなさってますよね多分7年ぐらいからでしょ芸能人で一番最初にブログを始めたとで,、ね、で,でも鈴木あの何、ーうん、て言うのかなあのー、博士の場合は博士 自分の日記を売ってる人やんかホームページを立ち上げたのは博士じゃないからね小野さんは全部立ち上げてるんでしょまああのんかそれの真似事をしたくて簡単なソフトみたいなの買ってきて自分で一からブログまあホームページを作ってそこで日記をアップし始めたんが最初なんですよでそれが99年からですね だから、まあ、そこからなんやかんやで、えーまあ、書き続けて、まあ、途中、ね、ちょっと休んだよりとかもありましたけど書いて <laughs>、うん、まあ見たものとか聞いたものとか、うん、自分の好きなものをいろいろ上げていって、うんでまあ、当時、サラリーマンで今の会社とまた違う会社に勤めてましてインプットはしてるけどアウトプットが何にもない状態やって。はい たんでそのもう、うっぷんというか、下晴らし的に、本当にもうテレビ見たら、そんなことだと書いてたんですよね、そうなでまあブログのブームみたいなのがあったじゃないですか、2003年とかぐらいかな、それぐらいにまたブログで、また毎日書き出したりとか、今も今もね、ブログですね、ハテナブログってやつですかね。 だとでも昔、2003年、4年、5年ぐらいの時ってもう毎日書いてたんですよ、うん、もう毎日結構な文章を書いてたで,で毎日何かを見聞してたっていうことまあ、うんうん、見聞したりとか、そうん、まあ本当に時やったら、お嬢さん、今26だったら、うん、結構はい、はい、だからもう夜寝る前に。 今だからら田さんぐいってなでもね、その頃はね映画とか多分あんまり見れてないですね、本当に音楽の話題が中心だったかな、音楽ブログみたいな感じで書いてましたね、音楽の CD を聞いて、まあまあ、聞いて、これ買ってきて、まあそうですね、だから小遣いのすべてを CD に書いてましたよね、これや、これや、サブカルの本堂は。だから本当に、酒も飲まないけどタバコも吸わないですし、お酒飲まないんですよ。 本当にもお酒飲まないの小野さん何回かってるやあ多少はねもちろんサラリーマンやってますんで飲みますけど自分では飲まないんでそれすら知らんと誘ってたわだからそんなにそのお金もねもう本当にもう滑って CD 買うか雑誌買うかみたいな感じでやってたんでほん当にもうそれこそ墨田さんが今お子さんちっちゃくて映画見れないって僕も本当完全そうで。 えー、子供が本当に中学校い入るぐらいまではもう本当に見れてないですよ見れてないですか、はい、えー、そんなもんなんやそで子供が中学とか行き始めて部活とかやり始めるでしょね<ー>でそうするとまあやっぱ土曜日とか日曜日か、うん、出かけるから出かけちゃうんでまあ一人こうほっとかれるわけですよでそうするとまあいいことにこう歩いて行ける距離に映画館があったりとかもしたのでそれでまあ、まあ、もともと好きは 好きだったんです学生の頃はよう見てたんですけど間が空いてそれでまた見始めてこの10年ぐらいはコンスタントにめっちゃ見てはります日比のは皆さんご覧ください知ってる知ってる俺もう感動してんのよカルチャージージーですよほんまにねえもっぱら再放送の映画やで最近映画といえば。 今、あふれてるんですよね、実はね。ああいう配信も見たら、はいね、含めて考えたら、はい、それなのにそうなんですよね、なんかサボってて、うん、てインプットを怠ってる中で、はい、僕はいつも、あの小野さんの日々の泡に刺激は受けてるんですが、はい、ずっと残しておいてくださいね。僕は将来、時間ができたときに、もう全部なぞっていって。 数年一、ね、回も小野さんのところの韓国映画だとか韓国映画は時々あったなでも韓国の音楽は一個もなぞって、はい、韓国映画<ー>音楽も映画、ね、も知ってるね、うん、そうですね何、うん、か10年以上多分 k p o p とかも聴いてもらえてるし韓国のなんかシンガーソングライターものとかね、うん、というロック系とかも結構好きです、ね、だから隅田さんとねおそらくね僕と小野さんのね、はい 上にはね、あの A B C の伊藤さんがいんのよ。ああ伊藤さん。だから小野さんの実はラジオっ子やね。もともとなんか学生の時にその、うん、学校行った大丈夫ですか。<然>男子校だった時代の立命館高校。うん、でね,、うん、でね柳田さんは男子校の東山。うん、今も東山ま男,男子校で。ね、うん私も落星で男子校、うん、でこの青春時代を。 はい、過ごした3人がこの世代は違いますけれどもね、はい、でそれが時を経て家庭を持ち、はいはい、ねまだそれをずっとキープなさってる小野さん、うん、<laughs> そうやね小野さんすごいねそれを僕はいつもブログを見拝見しながららほんましばらくはねなかなか 見れてないですよね映画も子供ちっこかったら、ほっといて映画行くわけにはいかないし、やっぱり子供が見られる映画っていうな観点で選ぶんで、それはあるな、この間もゲゲゲの鬼太郎行こうかって思ったんですけど、ちょっと調べたら、意外と残酷なシーンが多いようで今回のね、鬼太郎、僕、まだ見れてないですけど、すごく見たいんですよ、なんかすごくいいという評判をめちゃくちゃ聞いてて。 もうちょっとと早見にかかないかなと思って何年間に1回は絶対、鬼太郎の映画ってあるのよね、はい、昔から、今回はこうなんか水木しげるイズムがめちゃくちゃ出ているという噂を聞いてるんで子供も安心して見れるかなというような観点で結構選ぶし、うん、それまではね、うん、その僕も韓国映画好きやから、うん、子供まではいつも妻と韓国映画の、韓国の絶対子供といけないような映画ばっかり言ってたんですよ。 だから今もうこの我々、墨田夫婦には韓国映画は映画はうちはね映画館は子供と行ってバラバラで見てましたよどういうことですかシネコンは一緒に入るけどシネコン一緒に入ってて実は僕は A、うん、A、A 娘は C とか B <laughs> あっ、もうじゃあ一人で見てるこれはだから4歳ぐらいからうちはう4歳で、はい、<laughs> 4歳でーーが入って <laughs> で待ち合わせ出てきて待ち合わせてさすがそれは不安やから一緒にいやもうそれは絶対ずっと座ってることはできてうちの娘一人で一人でこれはできた僕あのずっと家でも横で原稿書きながらずっと「バックトゥザフューチャー見せてルノが最初やったの上手とそれで英語が英語覚えたんやそれで英語覚えたん 昔って、僕は、うん、子どもの時って、うん、その映画館に子ども士で結構行ったんいです、うち、ん、もいつも、まあ、家はうちの伊勢田なんですけど、はい、お母さんがその買い物にい物大、大丸行く、高島屋行く時に、映画館にポンと僕と兄貴がジャッキー・チェーンのやってるところに、ね、放り込まれて。うん その間だからうちのお母さんも楽しかったんでしょうね2時間半なり3時間なりやってきて子供も楽しいしっていうのが何ヶ月に一遍あるっていうあれね今あの方式あんまり見かけないですよね買い物行こう間に子供ポンって入れる小野さんとか僕らの時代は東映漫画祭りありましただからあれがね4時間半ぐらいあるのよ東映漫画祭りってその間にお母さんはその間ずっと と買い物して小野さんと一回、あの、三井寺から浜松まで映画館巡りとか、昔ここに何があったか巡りで、昔回ったことあるよね。そんなすでに、小野さん、ずっとレコーダー回しながら喋って歩いてたな、ここ俺バイトしてたとこやねんとか、ここの映画でメカゴジラ見たやんとか言って、京都は映画館ね、やっぱロキシーとかピカデリーとか、そうそうそういっぱいありましたよね。 だからすごくいいところでしね小野さんは今滋賀県やけどもともとももとと京都なんですよだから映画館はどちら京都やっぱ河原町とか大宮の大宮の東映も行きました行きましたあ映今の人知らんわ隅田さんですら知らんとかあの存在はしてたんですよよくね僕正規学園行ってて模擬試験がね外大であるんですよ市場大宮通っていくんですよその時に この町はなんか、すごいアジアな、なんか、こういろいろ、ね、面白い街やな。外国のアジアの街みたいな持ってて、映画館もあんにやっていう、あれが大宮の。大宮の。だから、東映、王将、あるでしょ。あります。あそこの横の先っぽの三角さある。でしょあそこに映画館があったんですよね。父親にサイボーグゼロゼロナイン連れてって思った曲があります。で、しかも、あの名作の仁義なき戦いで。東映系でしたっけ。東映系やから。 あの映画館の前で刺されるシーンあ,あーそうですか、うん、だからほとんど広島のシーンは京都の街で撮影されるあ <laughs> まあまあそうですよねうんでそれをまあ杉作さんなんかが一番頂点やけどもよう、はい、やっぱ聖地巡りをしてましたよ「うん、ここで何があった」とか「京都駅のこの辺で何があった」とかね仁義 <laughs> なき戦いあの散髪屋さんのシーンとかはい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 あれなんか やっぱ僕らはねいい映画館あまり行けなくて祇園会館だったり音会館ねはいはいはいでやっぱり三条の中でもやっぱり2本立て3本立てとかうんそうなんですよねでもね子どもの時高校生くらいの時はねあんまり行けてないんですよねそしその頃は音楽をんと付き合って小遣いのすべてほんと先ほど言っにレコード買ってたんで もう月に一枚 CD を買うのを選び c あった、ねうん、ちょうど入れ替わりの時ですそうやね、はい、僕らはまだなかったわ僕,僕高校一年の時で初めて CD プレイヤーあーそうそうそんなもんやねやったんではい、そんな感じでしたね、はい、で京都可月があって あくまがありましたけど、でも京都家結を僕は行ってなかったですね。そこは柳田さんとか柳田さんがあのね、ビブレホールは？あ行きました行きました。ビブレホール行ってます。ビブレホールはその KBS のラジオのイベントがありましたね。千つケさんがやってたんで、ハイアンハイアンの二部や二部を、そうなんですか？ビブレあのたこやくしのビブレでしょ？そう。川端町の今マンションになってるけど、ちょっと西に入った。ああ。あそこに小崎裕太かも来たしね。そうですね。僕ゼルダとか見あゼルダも来たね。 ああ僕はやっぱ大崎豊かだ。<や>すごい印象る。これも大崎豊は僕本当に、これこそここ K. B. S. 京都で、うん、鈴木優三さんっていう人が。はい、ハイアング京都の当時、日曜日、やられてて。うん、日日サウンドクリア、うん、ね、サウンドクリア社長で。 尾崎豊が本当デビューするかせんかぐらいの時にめちゃくちゃめちゃくちゃ押してはってすごいもうプッシュしてはってその子僕小学校6年生ぐらいで6年で KBS 京都も聴いてる聴いてましたねラジオっ子なんやここは中3やからそうですだから多分ねハイヤング京都が始まったのが僕小学校5年生の時だった81年とかでしんすけさんが82年やそうその後ですね1年後だから当時 月曜日がおぎとピーコさんおぎとピーコがやったんですか KBS では火曜日はブンチンさん不動のブンチンさんおせんさんとね水曜日すごいのにすごいメンバーな木曜日がザ・ボンチやったんですうわ1981年のザ・ボンチなんてめちゃめちゃいいでしょで殺到してたて KBS はここの今のこのシャツこここここ こっち。お好きなメイクも来てた。で、だから僕らはその時まだ小学校五年生とかだから、はい、まあ、ボンチがまあバンダイブームのとこあとぐらいやんで、あ、すごい期待して聞いたら意外に、ね、<laughs> あれって感じだった。ね、<laughs> ラジオ向きではなく。で、たまたまねボンチさんが休みの時に、うん、新津龍介が代わりに出た,のたんです、うんはい、めちゃくちゃ面白かったですよ。うん そ小学生が聴いてもめちゃくちゃ面白かったその時で多分ちょっと「ひょうきん族」が始まるか始まらんかぐらいで81年だったらそうですか「ひょうきん族」という番組を撮ってるみたいな話をね当時してしかもレギュラーの前のそうです紛れのやつでパイロット版パイロット版のネタにしてうなずきトリオを実際にやったんやみたいな話をしてはったのを子供ながら聴いてめちゃくちゃ興奮したあ、うなずきトリオってもともと漫才のネタやったんですか漫才のネタしかも新助龍介の漫才のネタに入ってたよ お前らでうなずりき取りだったよしりゅうすけ4八でうなずきほん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 っていうのがそのままうなずき取り組むんですよ。それがひょうきん族で,でそこにその曲を大竹恵一さんに持っていたそういうことですか、うん、ですだからそういうのを聞いてあ、すごいな面白いなと思って昭和で, <laughs> 正でそうそうそうで,でその時期ですねそれで俳優の曲を1年 1> その回も覚えてる俺も一年たって、うん んさが土曜日に入るそそうう春にねそうですね一人でねそうそうそう KBS もいやすごいですだからお金も元気もあったんですねだから今お金も元気もないみたいなお金というよりかおそらく面白いもんをあてがうというお杉とピーコさんのディレクターさんなんとかはすごい面白かったもんねへえ そそれこ今タイかどうか行ってはって、本当ですか、やあそのディレクターがやっぱ個性やったんよディレクターが好きな人を連れてだから本当に古戦さんね、文鎮さんとか、新介さやってはった僕なんかはそういう、ディレクターってこういう仕事なんやそこですごくラジオに憧れを持ったっていうのはあるそれあるね、古戦さんってでかくて、KBS 京都のラジオは放送作家というシステムがなかったんや でもディレクターが古仙さんの場合は出てて喋ってたから<ー>僕は演者になるよりもこっちでディレクターになったら話せるのかなっていう感覚はすごいあってあ、はい、で高田文夫さんがやらはった時に、はいね、放送作家として笑い声一本で盛り上げていくさまで、うん、あ放送作家って同じブースに入れるんか、うん、だから僕は古仙さんと高田文夫さんの影響は。 一番でかい僕もラジオ好きでしたけど自分が出るという感覚はなかったんで自分はそんな喋る人間じゃないしクラスでも面白い人間でもなかったんでただ裏方の憧れはあってだからそこで高田文雄先生とか古仙さんとかカリスマのビートたけしや島田紳介を腹抱えて笑わせていくのよねたった一言二言であのサウンはすっごい憧れね だから高田文先生なんかいだにすごいですごでよ僕とかいろいろ見てるとか言いますけどもう高このね頂点は高田文夫先生で<ー>70何歳のの年でもうラジオ聞いてると、えー、まあこんなものまで見てるのかというぐらい映画からもう劇場も行ってはるしテレビもラジオもうん、うん、あのレベルはちょっと尋常じゃなくて。うん、翌日に アウすごいですよねビバリーヒルズでねビバリーはいまだに僕も聴いてますけど僕も高田先生の日はまだ聴いてるわそうかお二人よう聴いてあるなと思うんですよね小野さんの日々のブログ読んでると小野さんラジオいまに聴いてます今まあでもビバリーヒルズもこの「はまぐり御門」の辺はい これ、僕めちちゃゃくビリこれ俺もう、それがね、僕、結構、書かしてる、自分がしゃべってるから、こんなことしゃべってるやろな、やろうなじゃなくて、改めて聞かないことが多くなってきちゃってて、僕ははたくり顧問で、実は、かみそり負け弁護士って言うてるけれども、僕はほんまに、あの中の大谷君とか、かみそり負け弁護士の会が、本当に好きなんよ。 僕だからねそれを聞いてラジオって面白いなって思い出してるんですよ僕らが昔から同期でもっと前は受験仲間でいろいろああでもないこうでもないって喋ってた延長線上の話が受け入れられるはずがないと思ってるのにいろんな評価の人いるとは思うんですけれども SNS 上で大谷君のしゃべりがいいとかっていうのが。 まあ嬉しいですね、僕は。僕はね、うん、一番腹抱えて、もう車運転してる時でも、うん、ヘッドホンで聞いてても笑う時が、大谷さんがもじもじした時に、なんか急にものを言うた時に、隅田さんが、いやお前、もうそれラジオとしてちゃうやろって、方程式に教える。<laughs> さんまさんになる瞬間があんだよほんで大谷は厳しいでしょあかんでお前あかんでお前それラジオとして失格やでそれは分かって分からんでもおもろいふうにせなあかんねんっていうあの感じの時に爆笑してしまうんだその恥じらったらあかんねん恥じらったらあかんねん恥じらいてらいそれで一番あかんでしょうそ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 う,そう,うそうそう,そうあの瞬間が一応面白い。<laughs> ほんでうの数分後にう谷君が席を切ったようそうそうそううそ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 うのがすごい面白い <laughs> うんまあだから、うん、ラジオっ,てすごくったようにしっ まあ幅のま広いね,よねだから今年で言うたらやっぱり言うてもハマグリコもやっぱ竹内さんの、はい、やっぱ斉藤佑都のそうですね<ー>やっぱあれかな気持ちをかぶった男、うん、気持ちをかぶったっていうのが、ね、フレーズ的にはあの人何も考えてんの分かってんねんけど <laughs>、はい 講師知ってるけれども、うん、やっぱりあれかなあ僕も聞きながらね<ー>あの本当に、うん、でも一応番組の手としては論説委員長やから、うん、論説委員長に話を聞いてるいう手、ん、でずっとそのままシリアスな論説委員長って誰もが思ってへんや <laughs> 聞いてる方も思ってへんっていう遊びが面白くって。<laughs> はい あとは、誠さん出てくる時はやっぱ面白ときね僕、自分のブログから、今年の浜小屋にご紋について書いてるとこといくつか抜き出してきたんですけど、やっぱりね、竹内先生の、えっと、それとね、8月の真夏のサイキックミーティングで、キャンドル・ジュン、夜は耳にるまるという最低な邪水に爆笑と。あったな あれは最低で最高でしたね。<laughs> あのフレーズなんやけど俺はあの時の誠さんとか隅田さんが実は好きやねそこのキュッと締めるとことあとは笑うてるとこやっぱり肯定せんとあかんやんあの人のやつってそうですよだからそこの流れというかはいその「お願いかシュート決めてくれ」シュート決めてくれ思った時あかんのよ竹内さんってものすロングシュート早いからだからここでね誠さんの華麗なる綱ばきで自由に軽妙に下世話に 立ち回る竹内先生二<ー>人の間で絶妙なトスを上げる隅田さんと最高に面白い放送だったなっっ、うんうんね、その感想がまた嬉しいんですよだサイキックの時の隅田さんもやっぱ素敵やねスッと入るあれは本当に、ね、お弁ラじゃなくて「あ隅田さんうまいな」と「ああ僕知ってる隅田さんこのバランス感覚よ」と思って。 僕だ子どもの頃から憧れたお二人がいてお二人に気持ちよく喋ってもらうためだけにこう動いてるお二人の顔を見ながらっていうほんで隅田さんがパッと行った時に眞子さんに怒られる隅田さんも俺好きやて、実はかいらしいでお前らあかんでみたいなお前らあかんでって言う。でもねあの…眞子さんに叱られたいっていうのもあるわね武内さんとふざけたい眞子さんに叱られたいお前それあかんでって言って。 スーとさんはおもろいなでもねあのファンとしてやっぱ柳田さん会っていうのも非常に演芸ロマン会、はいうん、あこれはねあったったけありますよありますよあの9月の、えー、9月の23日って僕に気書いてますけど、うんえー、久々に柳田浩二さんゲスト会と、うん、南出君と長瀬川君が出会った日た、はい、若き日のオール巨人と島田慎介、うん、そしてここに杉本君こ、はいねまあ、彼らが過ごした濃厚な日々 これはもう柳田さん脚本監督で映画化するしかないんじゃないかこれを日々綴ってらっしゃる日々のアワーなるほどね皆さんまたお読みいただきたいんですがやっぱりこれは見てほしいな今のね小野さんが紹介してくださったような形で「はまぐり五文アワード」募集しておりますので印象に残った回印象に残ったフレーズ人物人物はい「水曜ロウ」でしょう 今夜は「水曜ロードショー」特別編ということで滋賀最強のサブカル間違さんい大野さん、もう映画、今年何本ご覧になりましたえっとね、ざっと数えてまあ配信とかも含めて、今日までのとこで112、二3本、3日に1本見てる。 まあ週に、ね、2、3本ぐらいな感じですかその小野さんに、うん、まあ今年印象に残った映画をいくつか紹介していただきたいなと思うまずは、ね、番組でも紹介されてた「バービー」はい、これはぜひ、ね、すごく楽しくいい映画でこの映画の「の、まあ、バービー人形」をテーマにした映画なんですが、はいうん、監督が「グレタ・ガーウィーク」はい。 という監督なんですねうん、うん、これ女性監督で,、えー、で、この監督の今までの作品を見ていけば、うんはい、こういうバービーが、まああいう映画になった意味が分かるというか、うんうん、ところがあって、これ、すごくあの女性映画って言われる映画ですよね、でも実際は、もっと先に突っ込んでますよね、男性の映画でもあるし、あそうですまあ、息つくとも本当にどう生きるかみたいな、うんはい、君たちはどう生きるか的な、うん。うんうん 実はこの映画、そこまでなってて、うん、でそれをあれだけポップな絵柄と楽しい雰囲気でやりながら最終的にすごい哲学的なとこまで突っ込んでいってるっていう映画でこれ、本当にあのか男性にもっと見てほしいなっていうかねねそうですよ,、ね、すんですよあんまり見られてないみたいでこれぜひ見ていただきたいなっていうのがあって。でこの でできたらですね、この映画を見て気に入ったんであればですね、はい、グレタ・ガーウィーク監督の、うん、まあ前作で言いますと、えー、えーっとですね私の若草物語だったかな<ー>若草物語を、うん、えと映画「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」「私の若草物語」っていうのが、まあ。はいえー 前作であるんですけど、あこれあの若草物語っていう有名な、ありますよねそれを、まあ、この監督が作ってるんですけど、うん、その作者の物語と、うん、実際にこう若草物語の物語をリンクさせたような内容になっていて、うんまあ、ここなんかもすごく女性がどう生きていくかみたいなところも含めて、自分自身、グレーター・ガービック監督、自分自身も投影させながら撮ってる映画なんですよ。面白そうな、うん、なのでなんやろう なんかこういうね、あのー、やっぱ映画を見てると、今世界がどういう風になってるのかなみたいなことも思ったりとか。えーうん、うん、で、今まで自分たちが気づいてなかったことに気づくというか。えーうん、あのー、今までずっと生きてきて、こう女性がどう思ってるかとか、あんまり考えてなかったことが、やっぱ分かってくるんですよね。で、この、まあ、バービーに至って、まあ、男がどう見られてるかというと、とかも含めてあったりとかして。うんうんあ ななるほどなぁと、いろいろ反省する面もあったりとかして、でもね、非常に面白い面もあって、それこそね、僕、ひょうきん族なんかちょっと思い出したんですよ、はい、すごいポップな、うんあのー、感じがあって、はい、なんかパロディー的な、えー、もしこれが80年代に上映されてたら、うん、竹ちゃんまで出てやってたら。<ー> 山田邦子がバービーやって分のねやってたんじゃないかなぐらいのそういうね非常にねシニカルでブラックで強烈なジョークがいっぱい入ってるんですよ。そこもすごく難しいことも言いながらそういうすごいと尖っててるとこがすごくあってそこがすごく楽しくてその尖り方みたいなのは胸金族なんかを思い出したりとかするから。 あったので、まあ、ちょっとこれ非常に僕的には、バビが、ね、面白かったですよね。は,うん、は,いはい。あの、でも工業的には。日本では。ではなんか、アメフトしなかったって言うんですけど。<ー>向こうでは流行ったの。そうですね。うん、あの海外、アメリカとか。うん、日本とね、なんか、韓国はやっぱ、いまいち流行らなかったらしいです、ね。ああ、そうなん。はい。やっぱ、なんか。 日本人が嫌う,嫌うというかこうイメージで嫌っちゃうようなところもちょっとあるかもしれませんね、うん、女性映画とかはい、はい、フニューニズとかいうと、うん、ただ全然そういうところだけの映画じゃないんですよそをも、うん、ううのすごいね、うん、あの息までいってるというか、うんうん、でそれを本当にもうポップでキュートで、うん、エンタメとしてやってるんで、うん、もう単純に映画として見てて目,目も楽しい。 ですねうん、あの僕今年ほ,ほんまに数えるほどしか映画い,い,け,、ね、いけてないと思うんですけど、うんうん、その一本がもうバービーで、うん、それも確かだからあの家族が旅行行ってる時とかにパパパって、うん、<laughs> そ,うそういう時しかないです <laughs> あ,<ー>あ今日はこの土日は旅行,行行ってるから固めてみようと,か,ようとかの時かなとは思うんですけど,、うん、どまあでもね うんあのこそのこの偶然のタイミングでバービーを見れたこと僕はすごいなるほどなるほど良かったなと思っててはいあと日本映画だとやっぱり福田村事件は外せないあ見ましたああ見ました色彩が全然バービーと全く真逆ですけどねまあ森達也監督というドキュメンタリー映画の監督のはま初のえまあ劇映画ということですけどまあ森達也監督自身がね今まで 作品でいうと「侍河あのフェイクだったりとかあと「オブム」のね「えイ」だったりとかそういうのであとまあ本なんかも面白い本すごくありそうそうそうですね僕も最初森辰監督知ったのは多分その本ですねはいほとんど森さんは網羅してますはいうなんかちょっと 日本のグレーゾーン的なところをいろいろやってはる人が、うん、今年だから NHK のドキュメント大賞の審査員やってなかったね森達也さんそう,そうっやってたんだ、はい、やっぱ忙しかったよねそうでしょうねうでこのまあ福田村事件っていうのは100年前の関東大震災の、うん、まあ後に起こった出来事で、うんうん、ええー なかなかね、ネタバレることでもないんですけど、変な噂が出るすねいろんなうわさに翻弄されていく村の人たち、そこで起こる悲劇っていうことでもちろんこれ、100%ノンフィクションかというわけではないそうそうそう、隅田さんも一回、はまぐりごどんやりかけたんですけど、そこで話をするときに、その。 事実をちゃんと、その本当に韓国映画的な要素もあったりして、そういう映画としてかなり面白かったんで、実際にあった事実が映画としてかなり面白くなってる段階で、僕としては、その話をすると気をつけなあかんなって、うんすね実際にあったことないな、取り扱ってることが取り扱ってることだからね。ただ、本当に映画としての出来があ 思ってたと全然違ったびっくりしたんで、すよすごいね、エンタメとしても成立してるし、すごくこう、引きつけられる映画だったし、最後のこう、ぐっとね、行くところとか、すごかったし、やっぱり俳優陣も素晴らしかったですそうね、その100年前あったことをね、やっぱ知りたくなったんで、僕、本を何冊か買って、まだ読めてないんですよ、パンフレットも買いました、もちろん。のパンフレットはね ごっついんですけど、これも絶対見てほしいんですよ。で、この中にこの福田福沢村事件のことをずっと研究していた方の、要はある種屈原も載ってるんですよ。そこまでも含めてすごくいい映画。ポスその書いた人はいないんでしょおられますか。の女性の方じゃないですか。あの本ではなく、はいあのあるんですよ。えっとね今、はいあの対談が載ってます映画の中の。 こここですね、のところで「ふくらむら事件」でその映画に対してここがちょっと苦言を呈するとこね、あの脚本家の方と語られてるここなんかもすごく見どころがあってそれも読んだ上で見ていただくとでもやっぱこれって事実としては中身の部分はやっぱりフィクションの部分もちろんあるんですけど実際に起こった事件っていうのは実際に本当にあったことなんで。 これに関してはやっ,ぱりやっとこういう形で映画で出せたんだというか100年経って、うんえー、で今って、まあ、要は歴史修正みたいなことがすごくある時代にやっぱこれをぶつけてきてこれ、僕見たときに映画館満員やったんですよね。うん、でそれは結構続いててそれもすごく嬉しくて、はいうん、あなんかちゃんとみんな見てるみたいと思って見ててヒットしている。 本当に出ている方々井浦新さんが主演ですねあと永山瑛太さんからこの二人素晴らしかったですしでっくんも良かったそうですね東出さでまあ博士が博士さんがねこれやっぱ博士さんをあの役にキャスティングした時点ですげえ森達也がねあそういう人多いのかっていうそれもねだからそこは素晴らしかったですねでも本当に出演

富原康介、あっ、ごめんなさい、富原さん、ごめんなさい、富原康介、滝さんも出てたよね、そうですね、ピアノで出てましたね、あと松浦裕也さんとかいう方ですけどね、あのその中でいうと、僕なんはちょっと、富原康介さんっていうのは、まあこの映画の中でいうと、すごくリベラルな考え方を持ってる、もともとの設定はね。方ででいて、も。 ね、村長という立場上、うん、うんなかなかこう、いたこと見えず、<laughs> はい、って気が弱いっていう感じで、<laughs> うん、でそこをね、葛藤が葛藤と、うん、その、まある、ま、事件、まま、事件が起こった後に、はい、力なくへなへなと、うん、こう倒れ込んでる、うんうん、あの姿も見となんかね、ちょっと自分を投影してしまったんですよ。うん、だからその、これ見たら、自分がどっちにでもなりうるっていうね。うん うん、そのこの映画の中で本当に博士さんとー太さんがこう対峙する場面があるんですよ、はいはい、それがあまりにもこのコントラストが鮮烈で、僕はね博士さんお世話になっているのになかなか言いにくいんですがその画面で見ると本当に、醜悪な人間の部分と美しい人間の部分が、でその背の高い。 あの男前のエーターそして背があの低い、ね、博士がこう対峙してるときそれが、うん、森監督いけずやなっていう、<ー>そのコントラストを描くんですけど、分<ー>かりやすく描くんですけども、ね、決してそんなに本当の世の中っていうのは分かりやすくなくて、うん、あのこの間にいるんですよ。はいうん で博士さん自身もリベラルな部分とかいろんなものを持ってる人が親子をやったりもするしっていう話で。人間って 面白いなという面もあるし、すごい良かったですだやっぱり、見た方がいいですよねでもこれはもう見るべき思いまで見たうで、全然その後買勝った本を読んでない僕かりの本なんですけども、本当にやったことを知ろうとするっていうことが大事なんちゃうかなとやっぱり知ってほしいなっていう感じがありますね、そうですね、本当にびっくりしました。今までももたたくさん見てきけど そうですよねこういう劇映画でこういう形で撮られると思ってもなかった、うんうん、とろありますよね、うん、素晴らしかったですねデッ、ね、くんがまたね、デッ <laughs> くんの色気がすご、そうなんす,すごいね、このいろんな映画の要素が混ざってるんですよ、はい、本当そういう史実を描いた映画であるとともに、そ,<う>そのね、デッくんの、あれはあもう、なんというのかな、あの色気でもね、俳優、東出昌宏は本当に注目すべき人で、この作品もそうです。 けど今年でいうと,、えー、と「ウィーニー、ね」はい、ウィーニーっていう金子勇教授の役をねやったりとかあとね「ブルー」っていう映画があって、はい、これはボクサーの松山ケンイチさんと一緒に出てる映画でここでの東野さんも素晴らしいですし。えー さん本当にスパイの妻とかありましたけどね、黒沢教師監督とかも、本当に俳優、えらい領域にいってるんですよ、いや、本当にすばらしい、今、漁師みたいなね、自分で山の中に入って、なんかね、人として異次元のステージに今行ってますよ、デックンは。 でもね、本当の寝ても覚めてもって映画でねまあまあありましたけどねあん、まあまあそうなるわなみたいなね感じはちょっとしましたよでも出てきた時は朝ドラのお兄ちゃん確かに最初はなんか大味俳優というかモデル出身で霧島部活やめるっていういはい。かな初期は正直言うと大根が目立ってたよまああのね まあ、奥さんと知り合ったんがあれデビュー作でしょおそらく朝ドラの朝ドラ元,、ね、元奥さんか、うん、そうですねでも本当に今、まあ、この方の、まあ、東さんの出る映画はもうチェックは是非したがだからやっぱりこう俳優と私生活のまとのってる感じがね ももうねだからね、いけずなんですよ、この森達也って。ね、デックにあんなスケベの役をやらせてね、<laughs> ね博士にあの、いやらしい人間の役をやらせて。ね、個人的に知ってる博士にあの役はきつかったな、ね、<ー>だから僕もね、そのほんまに感想をラインで打とうと思って、<ー>こう、躊躇したんですよ。めちゃめちゃハマり役やな思ったんですけど、この役をハマり役と表現することはそうそうそうハマり役とかね。そういう意味じゃないんですよっていう、そ説明がものすごい長くなるから。 踏みとどまったんですけど、それ感想遅れぬまま、またあの。はい。でも、あの、まあ、これで言うと、本当に井浦新さんとか、な、栄太さん、本当に素晴らしい、栄太さんも素晴らしくて。ちなみに、この二人が出てる映画で、アンダーカレントという映画が。今泉力也監督というか、今、ちょっと前かな、上映してた。これも素晴らしい映画です。あ、そうですか。で、これの、栄太さんって、出番あんまりないんですけど。 この瑛太ああ<ー>も知らん間にいめちゃめちゃうまいタって入ります、ね、た瑛太さんの幅は広すごいなと思って今「<ー>えーと時をかけるな恋人たち」かなあのドラマやってるんですよー、えー、ヨーロッパ企画の方の脚本の吉岡里帆さんとこれすごいコメディーでかわいいコメディーなんですけど、うんまあ、そういうものもできるし、うん、この福田村事件の非常に。 あのまあ強い怪物の映画の先生役ちょっと空気の読めない人の気持ちを読めない先生若い男の先生役っていうのが抜群で抜群でしたねすばらしかったですよほに最近の映画ってあの脚本もすごくないなんか昔と比べて僕すごい思うよね 瑛太さん、モデルでしょ、もともと、だからデックンとか、そういう元モデルの人って、昔メンノン出身やとか、ちょっとね、色眼鏡で見られたりするんですけど、表現力、いや、素晴らしいですよ、本当に。モデルってやっぱりね、分ぶん。っていう仕事、もともとそういう仕事だと思うんですよ、モデル時代が。だから結構やっぱり、演じやすいんやと思うんですよね。 昔の人に比べてやっぱ今の人うまいな素晴らしいと思いますよに。はい。にあともう一本この「はまぐりごもの編のリスナーさんにはこう性欲」という正しい性欲と書いていえ岸義行監督ですかねええ性欲稲垣吾郎さん新垣結衣さん磯村勇斗さんちなみに磯村勇斗さん今年とは今も信頼と実績の俳優さん この方が出てる映画はまず見て間違いない。間違いないですか。う感じなんですけど、いいで,ああ、うん、でこの性欲っていうのは、うん、まあなんて言いますか、あるですね。うん、まあ、特殊な性癖を持って人の生きづらさみたいなももいてて、はい。それは男の方？ま男、あ、えー、男も女も。男だんだただまあもちろんねあの。うん あの変わった性癖と言ってもまああのまああくまでこれ映画なんで実際はねあのまあ速攻に入るとかそういうことではないんですけれども今年もねあの意見ありましたねもうなかなかなもんやでそれをまあちょっとこうまあ表現しているというあれなんですけどあの誰にも理解されない人たち性癖まあ性癖そうですねまあまああってまあ。 そういったものとそのあらえっと稲垣吾郎を演じるのは検事なんですよ。あ、検察官。検察官でこの人は要は自分が正しいと思ってる人間。まじあのでも普通があることが正しい。あはいはい。通常人。通常人。想定してるわけですね。だからもう普通に学校行って仕事をして男と女が出会って愛し合って家庭を持ってというまあそういう正しさに。 そういう正しさに、こう囚われている人間ですね。うんうん、で、その正しさから逸脱している人間が、うん、まあ、新垣結衣であり、伊戸村隼人というところで。まあ、二組がこう対峙、最終的な対峙するんですけれども。まあ、どっちが幸せやねん、みたいなところに、最終的には行き着くんですけど。うん、どうん、だから、ある種。 まあこ,ね、この番組、聞いてる方には昔からあの、性、うんまあのリアース式海岸という名言が入り組んでるんですよ、で私はあの、具体的には中身とか守秘もあるから言えないけれども、<laughs> 逸脱した人の事件を他の弁護士と比べて、かなり多くしてて、例えばあのいつも同期の弁護士とね、そういう。あの 出てもらってますけど、うん、そんなん聞いたことないでそんな事件っていうのが結構なんかね、やってるんですよ。うんはい、来るんですよ。えー、どういうあれかわかんないですけど、うんはい、確かにだからで、そういう時にいつも思うのは、うん、あの、裁判官にしても検察官にしても、うん、その、例えばその弁解なりなんなりを、この、 あの不合理な弁解かどうかとかって判断するときに、その弁解がほんまか嘘かって判断するとき、うん、通常人ならこういう行動を取るだろう、そこから逸脱してるから不合理だろうみたいな判断をするんですよね、うん、それからそこ自体が世の中に起こることって、うんあの、本当にその経験則、一般的な経験則に基づいて、一般的な人が、まあ、その一般人がどこにあんねんっていう話もあるんだけれども。うん うん、取る行動をもとにあの、そういうふうにあ裁判って判断されるわけですよ、だから不自然やから嘘ついてるとかっていう、そこ自体が僕ね、あのいや、いつもその僕、ある裁判員裁判でもあったんですけど、この当該カップルで何が起こったかを考えてください、うんうん、まさにそういうところまで行くんですよ、このあそうですかだから、ここ、うんうん、本当、私、これ見ながら、うん、この稲垣吾郎検事に。はい 対抗できるのは、田平弁護士しかいなとそれ書いてくださってました、日々の泡に。んなあかんな思って見れてなくて、僕はだからそれね、結構ね、自分のこの弁護士生活のテーマではあるんですよ、この通常人、通常人をもとに、そういう規範としてこうあるべきや、人間の行動はこうあるべきや、でそこから外れてるから、その弁解はおかしいとかっていうのが、いや、ちょっと待ってと、いろんな人おんねんで、裁判官、検察官、分かって。うん こんな行動、逆にこんな弁解、思いつくっていうようなね、<笑><笑>なんかそういうことを、僕は自分自身すごい経験してて、だからそうなっていったら、ほんまにその、ねあのー、まずそもそもじゃあ、通常の人、一般の人ってなんやろうっていう,う基準がね、あるし、だからそういう映画であればなです、ぜひ見たいです、ね、まさにね、そういう映画で、はい、本当にそのはまぐり御門の辺を映画化したんじゃないかというような。うんうんうん も荒垣結衣がハマグリスナーなんじゃないかと思うような、はい、<laughs> そういなそれはうとらないですか、ね。ありえますな、ありえます。でもあの本当にこれもぜひ見ていただきたいなという映画でございます。はい。はあ、また喋ってもらいますよ。<laughs> もう曲一回いきましょうか。<何>はい。何しましょうか、小野さん。はい。あ、えー、もう一曲目で,いいですか。はい、えっと今年ですね僕す ごくいたた曲なんんですけけどビートしさあのこれね実は作曲大沢良之さんで大沢良之さんは僕中学生ぐらいの時大好きなミュージシャンで日本にソウルを持ち込んだお茶の間にソウルを持ち込んだミュージシャンかなと思っててもう再評価ぜひしてほしいなというのがあって大沢良之さんのいろんな人に書いてはるんですよ曲を中森明菜さんから沢田研二さんから。そのの中でこ たけしさん,さんの,このハスキーなボーカルとソウルフルな曲とがマッチングが素晴らしくて非常に今年聴きましたぜひ聴いてほしいなということで、うんで,はい、ではビートたけしで「えー、ビッグな気分で歌わせよう」。 今夜は刑事刑事事京都と滋賀ね、刑事最強サブカル50代コンビ <laughs>、はい、柳田さんと小野さんをゲストにお迎えしてお送りしておりますが、はいはい、柳田さん、の和牛が解散して、びっくりしたね、今年で一番園芸のニュースで、ちょっとショックやったのは、<ー>僕、これやね。 いろんな意味でこの和牛の解散だけじゃなくてこれは大きく言えば時代のターニングポイントになるであろうなぁとほうほう演芸界では僕は睨んでおります、うん、実は、うん、あの解散って後とはと思ったらこういう意味やったんちゃうか、うん、っていうのが、うん、和牛の解散へと、うんはい、思っております そ,それはどうなると、今、にらんじゃらしです、うんえー、とね。まあ、これ柳田の見解ですから、はい、まあまあ炎上もしようもない、ないんですけれども。和牛っていうのは、やっぱり、M1 グランプリで、2年連続。3年。3年間、ね。うん。 5回ぐらい出てて優勝は3それまでにも面白かったんやけども苦節の時代も長かったよねすごいうん、うん、だから僕は全然上がれへんな時のが和牛は実は好きで、はあうん、で上がってきて結局は、えー、チャンピオンにはなれなかったっていう人だよね、うん、であの形の、えー、4分の漫才を あのずっと追い詰めていった一番の人違うかなとああそれはそう,、うん、そうでしょう、ね、アスリート的なアスリート的な、ね、でしかもそのなんやろね、えー、もうがっちりコンマ1秒0.51 <laughs> 秒の間ですら4分をずっと戦い続けてきた僕は m 1戦士だと思っとるんですようん、うん、でそれが 結局はもう優勝以上のインパクトじゃないですかぶっちゃけ言わせてもたら、うんはい、それが解散するとなぜかと大概は、ね、解散する時って、まあ、今までの法則で言えば、えー、金女時間これ巨人師匠はいつも言うんですけど、はい、金女時間で結局は売れてたら売れないんだっていうのが僕も古い教科書の人間やったんですよ、うん、漫才師でいくくら仲が悪くってても 売れてりゃお互いビジネスパートナーになるんだから解散はしないと、はい、な仲が悪かってもっていうのがあったんですけど今回の和牛はまあ結果的には仲は悪くなったんでしょうけれどもこの別れ方は今までにないパターンだなとうん、うん、結局はこれこんなこと言うたら極論って言われるかもしれないですけれどもまあまあ m 1グランプリっていうのがもう。 一定のところまで行って、はい、僕はもう淘汰されていってるんじゃないかなと、うん、この1年に1回に漫才のチャンピオンを決めるっていうのが、うん、もうなんか苦しくなってきたんじゃないかなと、うんうん、いろいろ思っております、うん、でそこまでいった人間が別れなくっちゃいけないっていうのが。うんうん うん、今の漫才でもそのねあの今は、うん、あ発表があって解散しますよ、ねはいうねそこからしばらく経ってネットニュースとか見てると、うん、あの水田さんはそれを自分でネタにしてイベント出てきて他の人もまあいじってるっていうような状況だそうですけれども、うん、その発表があった直後、うん、そのお周囲の芸人あるいは、うんえー、そういうテレビでコメントを求められたそのニュースに関してね、はいはい 結構みんな神妙なコメントしてたでしょだから、それが。和牛の、なんか和牛たるゆえんというか。<ー>そ,うそうそうそう。それはでも、僕はそこに違和感を持ったんですよ。漫才コンビが解散して、みんなが神妙に、はい、あのコンビは。ものすごいストイックやった、とかいうことに関して。はいはい きっとそうなんですよ、きっと本当にストイックに追求してたんですけども、それをみんなが隠そうもせずに、隠すこともせず言って、みんながそれを受け止めてて、もったいないな、もったいないのは明らかだと思うんですけど、って言うてる部分が、何かその漫才の印象、漫才に対するもう世間の見方が変わっちゃってて、その象徴になってるのが和牛なんかなっていう、もう本当に競技としてね。 だから私もこのね24日に m 1あって僕、だからその m 1がちょっとねなんか見ててここまでだから真剣に見るもんじゃないのに前からも思ってる疑問で、そこでかそういう m 1があるから漫才が栄えている部分あるんだけれども形を変えちゃってていろんな漫才師を苦しめててて。 僕は今年で言うと、本当に ABC ラジオで、隔週でご一緒している、壁ポスターの浜田さんが出るから、親近感を持って見れるから、壁ポスターを応援して見ると思うんですよ。そういう見方はできるんだけれども、何かしら、その m 1自体の、m 1というよりか、4分間で予選から始まるというね、勝ち上がっていくという様が。 ななんて言うんてうやろうなあの高校野球でもなく、うん、かといってそこに一番になったとしても、うん、次からどうなるわけでもなくっていうのが、うん、なってきたんちゃうかなと。 なんかこの競争がというよりも漫才にストイックじゃなくて、はい、笑わせることにストイックじゃなくて、うん、4分間の m 1に対してストイックな、うん、だったわけで,、うん、でそれが解放された時に水田君はタレント志向でテレビの方に出る片方はネ,ネタに走るっていうのは全然普通のことなんよね、うん。 もうそんな感じでごちゃもじゃんにしてやっていきゃええやんっていうのとなんかストイックっていう言葉が僕もなんか違和感すごい感じる、ね、うん、うん、ストイックなん芸人さん」って言って <laughs> 本当に思うのよ、うんうん、じゃあ小野さんとか住田さんもしたけどストイックやから映画見に行ってるわけでもなく、うん、で好きやからやってるだけの話やだと思うんだよ、まあ、ね えー、見聞して大げさに言うて笑わせたりするっていうのは、はい、これストイックかなとうん本来のとこの感じの資質としたらなかったんちゃうかなって実は思ってたりしてねうんうんすごいだから和牛っていうのは和牛の解散いうのはこあの前の3回よりも僕にとっては強烈でねうんうんすごい思うこれ m 1を取ってたらどうやったんですかね 1> m 1取ってても結局は僕はまあ惰性でいってる可能性あるけれども、はい、あのー、もう途切れると思うよチャンピオンになって、うん 1> うん、m 1で m 1の次がまザ・セカンドとかあいろいろあんねんけれども、はい <laughs> あんなんなていつまであそこに乗らなあかんねんっていうのは僕最近すごい思う、ね、いや厳しいっすよそのねずっと試験が続くようなもんですからそうそうそう <laughs> そんな人生いいですよね定期ステストがずっと続いてでしかも、まあのー、一番最初の要領はあのー、コンビ結成10年やったよ、はいうんそれが15年になったよや、うん、ほんザーセカンドなんかできたらねそう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 、ね、だからこの間の m 1の準決勝を僕ずっと見てたんやけど、はいあのー、小籔さん 吉本のあの人とムーディーさんそうそう,そう,そうねうまいねん、うん、うまいねんけれどももうこの人ら二人とも知ってるやんっていう感じやから、うん、入ってこへんのよあ<ー>面白さとか何にも入ってこへんねん、うん、うまさだけがすごい際立つねん、うんうん、でかといってこのコンビおもろいのになっていう子がじゃあ決勝上がってるか言ったら全く上がってへんね、うん 自分が面白いなっていう子が上がってきてたら応援すんねんけど今回で言ったらほとんどそれがなくあてダブル東って面白いですよねダブル東はむちゃくちゃしてる感じがねで実際ダブル東の片方僕 ABC のトイレでおうたんやけどいい意味で柄悪いのよいい意味で柄なくってそうあってほしいですよねおしっこしながら携帯ずっと見て「あれやねんこいつ」って思ったらダブル東のあの「 うるさい方やった、えー、ほんで僕はそれを嫌やと思わへんだもんねんああなんか懐かしい芸人さんやなとんんそんな非常識なやつおるんかと思ったら芸人さんやって久々に見た、ね、も<う>僕もたまにしてますしてる <laughs> いや俺びっくりしたわあれぶっちゃけ言うたら今の理屈で言うとあんません方がええと思ういやそれはそうでしょそれはもうせん方がいいですよ人としてはねだから僕はこういう仕事から数の芸人さん見るときになんとなく応援しようかなとかね 僕だからそれをそのねあの『カフポスター』の浜田さんまあ見れてるから楽しみではあるんですよであの人はまあほんにあのんだろうな大変なことをしてるとは思うんだけれどもそういうんだろう自分を追い詰めてるような感じは出さないし気楽な感じでまああの子はツッコミのほうやからねで一緒に住田さんがやってるあの京都の子おるやん ああのネイビーズアフロの皆川さんネイビーズアフロの皆川さんってまた愛想ええねんかめちゃくちゃええねんでもあの人を見ててね俺もこれ正直に言うけども受験生って感じすんねん m 1に関してとか漫才に関して<ー>もうそれ真面目やね、うんでも誰かつけたらええのになっていつも思うねうんうんだからそこは、うん、でも今はそ,うほそっちの方が多いんじゃないですかそういう感じで取り組んでそれを隠そうともしない方がうん、うん うん、だから僕がいつも言ってるその阪神師匠が主事褒章を取った時に僕ら弟子で集まってあのお祝いした時に「何の努力もしてへんかったんや」っ <laughs> <laughs> こないだ小文司兄さんと言うてたんやわし,、あのー、わしらも何の努力もせんと適当に口だけで生きて生きてええー、人生やったなあ言うてな」うて言うてそういうのがかっこええなって僕は思うんで。 やっぱりそれはやっぱの学校上がりの漫才師じゃない色気ってあるんだよねんぶっちゃけ言うたら。阪神師匠なんて高校卒業した4月1日からコンビ結成。 だからね。そうですよねうそうですよね売れ続けてるわけですよ売れてない時はないですね売れてない時がないもんな生ねだから阪神師と話してる時に「うん、いやでも俺はせ幸せやわ」とか普通ないろいろ職業変えていくやんか、うん、人間って大人になって最初に選んだじゃんそこ 職業が自分に一番合ってたって、うん、こんな幸せなことあれへんでって言ったらめちゃめちゃせったあるんですよ、うん、もうねそうなんよねで僕も最近あの仕事としてね、はい、会うことが多いねんけどまあ あの漫才やってる時よりって言うたら失礼やけど、はい、また質が違う面白さなんでね<ー>ネタ職人と<ー>じゃなくてまあ言うたら、はい、和牛で言うたらネタが面白い人やと思うけど、はいはい、じゃあ私生活は知らないけれども私生活でものすごいおもろいかっていうとその話あんま聞きだこないんだけど、はい、阪神師匠なんていうのはもうその最たるもんで。はいうん <laughs> 人間が面白いわけです、ね、人間が面白いというかどっちかやったらああ今となって見たら普段のフ,フリートークにもいかない普段の楽屋話が最高に面白い, <laughs> 面白いしかも品があんねんまだ。 面白いねずっとこの間も京都華傑の昔の支配人のものまねをずっとやりながらなりきってんのよだからものまねしてんのとかまあ要はあるやんか、はい、誰々が何々を言った場合とかあれ阪神師匠ってアドリブでずーっと言うのよ僕その人一回も見たことないんで、はい、京都華傑の支配人って<ー>その人のものまねを悪態つきながらやっていくのよ <laughs> だからそういう本当にあれですよね、うん、トンネルズのあの。うん あの番組のね、うん、もう元祖というか、誰もね、その番組のフォーマットがない頃から、そこに巨人師匠が、やっぱりね、芸人の嫉妬ってあるのよね。僕が阪神師匠がわーって言ってたら、腹抱えて笑ったら、巨人師匠もスーッと注意しながら入ってくんのよ。<laughs> <laughs> そこに、うん。で、あれを見てると、はい、巨人阪神の,あの元祖は、ものまねのやり合いが漫才になったっていうところがあるのよ。 僕が自分の、ね、ラジオと憲法にも書いた阿波おりの営業に僕がついていった時の、うん、その悠久連という地元の連の岡田連長のものまねを楽屋で阪神師匠が、それも巨人師匠に壊れてやって、で、うん、<laughs> <laughs> も笑い転げて、阪神じゃん、もうやめて、もうやめてっていうことをね、だからそういうのをずっと前から、うん。<laughs> やってる誰に言われるわけでもなくずっとやんのよ、うん、これが漫才師ちゃうかなと思うのよ、まあ、だから競技競技もクソもないのよね,ね誰割れはしてんねん言うたら目の前にいる柳田を笑わしてるだけですよう、ね、んそれを圧倒的に30分ぐらいやんねんだようん、うん、あれはやっぱ僕漫才師ってああなるべきじゃないかなと思うのよ、うん、普段から面白い、うん、でもネタを作った時の4分も早いし 長距離っていうのもうランニングが全然違う練習も違うし素質も違うっていうね、はい、うんあれじゃないか,なとなんかね今のホンに「M‐1」とか、うん、そういう受験戦争に巻き込まれた子供たちのようなでもやっぱり見てしまうし,見てしまうそれは面白いし、うんうん、だからもっとほんまに普段の喋りが面白くってネタが赤かへん ダメな芸人さんもいっぱいいると思うね、うん、そうそうなんですよ。だから、うんうん、あそこに勝ち残っていく人が売れるというシステムをする結果、うん、そ,その、本当に、うんうん、真面目な、勤勉な人が、うん、残らざるを得ないんですよね。うん、だから、ほんまの芸人さんはこ、これから提示したいのは、自分で競技作らなあかんのよ。ああ。 ふだ僕は思うねんけど僕があの漫才師で今漫才師だったら思うねん最初1分とか2分とかのやっていくネタで勝ちっていくねんけど、うん、結局はそこを審査してんのは誰やねんって僕は絶対思うねん、うん、そしたらようわからん放送作家であったりようわからん人が選んでんのよでずーっと上がってきて決勝だけ松本人志を筆頭としたあの審査員になるから、うん、あそこから。 漫才師やったら、ええー、あんなやつが選んでんのっていうぐらいの気性やなかったら、俺、うん、あかんと思うわ昔、しんすけさんが、ねはい、NHK のコンクールで優勝できんくて、ね、はい、トロフィー捨てたっていうじゃないですか、ね、花束蹴り上げてとか、うんその、松本さんがね、藤本義一に怒った。だからそういういね、うん うん、みんながその今の、うんまあ、IBM の審査員に認められるというセレモニーになってるのが、うん、なん喜んでるやんかんかう、ね、ネタ終わった後にこうちょけて受け答えしてんのが漫才師じゃなくてもうテレビタレントになってるからあの部分でじーっとなんでたまる人おれへんのかなとかいつも思うね。<laughs> <laughs> なんかインパクトをね、残しで爪痕爪痕とかよう言うやんかあの言葉もどうかと思うねんなあそこに入ってるだけでもうええやんああそうですごいぶっちゃけ言うたらうんとは思うねそっとまあ審査員ね今年はああだから海原のお姉ちゃんやねお姉友子んだからだいぶ世代が変わってきたとか からへんけれどももう松本さんもそろそろ違うかなと思うけどねもう世代変わんのちゃうかなとでもそうなってくるとその「M‐1」はやっぱり新助さんと松本人志という人がいるっていうのが「M‐1」を「M‐1」らしめてたと思うのでそこはだから変わってくるん違うかなと思うわすごい思う曲きましょうかいきましょうかどうぞ はい、それでは今年ですねあのいろんな不法がねすごく、はい、あってちょうど多分柳田さんとか僕らぐらいの世代が青春時代に聴いてた人とか影響を受けた人、うんうん、例えば、はい YMO の高橋幸宏さんだったりとか、うん、坂本龍一さん鮎川、ねえー、誠さんとかパンタさんとか、うん、そうですね最近でいうと菅間寛さんとかもね、はい、亡くなられましてだからすごく自分が聴いてた人たちが亡くなっていくっていうのですごく寂しい思いがあったと同時に、うん、まあそういう人たちが残した音楽をまた改めて聴いてっていうこともあるんですけど、はいうん、でその中で僕がまあ とても中学生時代から大好きなバンドがムーンライダーズってバンドなんですが、うん、まあそこのキーボーディストの岡田徹さんという方が今年亡くなられました、はい、で、まあ、ミュージシャンとしてもプロデューサーとしても、まあ、例えばパール兄弟だったりとかサイズとかプリンセスプリンセスと名付け親だったりするんですまね、あ、すごく功績のある素晴らしい方で,、はいでまあ、その方が残されたムーンライダーズの曲を、はいえー、ぜひ聴いてもらいたいなということでえー 涙は悲しさだけでできてるんじゃない問題だと柳田さんと私で今年ねあることをやろうとずいぶん前の段階で言ってただけれども計画はね結局指導できんままに終わって来年に持ち越しになってその話を柳田さんから小野さんにもしていただいれねちょろっとねもしやるんやったら小野さんも呼びたいなって言ってうん 軍団カルチャーおっさん軍団で余生の楽しみとしてねこれから何をやんねんとそうそうで僕と柳田さん最初言ってたのはそのまあんか YouTube をやろうかいう話をしてて何がええかなとでその中でやっぱりこういうねはまぐり顧問で喋ることと差別化を図らなあかんしやっぱ京都っているなとそう僕ら京都に住んでるわけでってなった時に京都の。 その僕らが話を聞きたい人そういう人らにスポットを当ててそう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 ,そう,のそう,いうカうチャーを…そうそうカルチャーもそうやし、うん、この記憶遺産っていう遺産って消えていくけれども記憶でこう喋りながらこんなことあった、うん、あんなことあったっていうのをこう 言葉ととししてて映像ほんで街に出てちゃんといろいろ調べていってその柳田さんがいつもね園芸ロマン界でライフワークとされてるあるじゃないですかその京都でそういう歴史が園芸の歴史が変わった瞬間のそれを本当に探偵のようにその場所でねっていうのはそれこそねあの柳田さんと M 角さんがずっと探してらっしゃるさんまさんが昔 独演会を高仁さんに言われてやったっていう京都のあれはな祇園の喫茶店みたいなところみたいなところっていうのがそういう話でほんまにそういう祇園に飲みに行ってスナックとかで話聞いた方がでもねあれ怖いのはそういう祇園にいる。 おっちゃんらってね、人から聞いたことを自分が経験者からこのごとく言うんですよ。ああ、じんちゃんなあて。だからそういうのもちょっと、え、これは、そうなんですよ。あの、じんちゃんと鶴瓶ちゃんがよ、う一緒に遊んでて、みたいなね、エピソード聞いてたら、それテレビで鶴瓶さんとじんさん言うてたぞ、みたいなのをね、自分の記憶で喋ってる、そういう対象いたりするから、 さっきの言ったけど古仙さんっていうディレクターがハイヤング京都やる前に鶴瓶さんと隆人さんを結びつけてる、ね、それはもう確実に,確実にあの当事者ですもんねでもその古仙さんですらこう都市行ってくるからうん、うん、記憶を遺産として残していかなきかゃだ,、うん、だから古仙さんであの、うん、ねそういうラジオの世界やったら古仙さんでありそういう音楽の世界やったらキーヤン木村先生はいはい、はい ね、木村秀樹先生やったりとか、一緒に西武行動行って話を聞きに行ったりとか、はいはい、僕はその辺がジャンルとして弱いんで、はい、お二人が、その辺、音楽部門はねはい、はい。A ちゃんがキャロルくんで、1か月後に来たよやね、うん、西武行動に。そだから、いわゆるあの、成り上がりに乗ってる一番いいシーンだよね、うん、あの車で来て、あの前の奥さんと来て、<ー>最初で最後のデート。 いうのをてたりねもうそれはもう日にちも時間も特定はしてんのよでその時にウエストロードのブルースバンドが共演してたりしてそれ面白いよねどん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 上げていく映画館映画館っていうスポットでもここにこの映画館あったんやとああ京都のね最初オープニング映画館のそのあった場所をそれこそ増山美濃さんとかね増山さんが敵にや ででここで僕あのプガジャ全部持ってるから1974年の2月は何やってたやてんそんなんはずっとやっぱ残していかなあかんと思う昔の KBS 京都っていうのは丸太町烏丸のとこにあったんやとか、ね、勤労会館あったんやとかえなんていうとかな百貨店に あのね、それはあの「まるぶつ」公開スタジオみたいなのがそ丸今のだからあの電気屋さんとかね強敵の前のだからそれが東映のあのこのバスが鶴瓶さん鶴瓶さんが DJ でそれを実況するっていうバスジャックで渡邉彦がねだから KBS 京都まあ昔の近畿放送と百貨店っていうのはスポンサーやってで昔百貨店いうのは大それた場所やったからそこに公開 生放送、公開収録っていうので鶴瓶さんは出てきない。で場所が変わって時代が変わってビブレホールになってシンさんが出てこのビブレホールの前行ってそういう思い出を語ってねでも僕らこのカルチャーじじがね3人でこう、回してたら若い子らがね「何やっとんねんこいつら」みたいな言われるかもしれんけれどもでも僕とか小野さんとか隅田さんやったらあの残りがはかげんのちゃうまだ 俺何十年も残りけると僕はだから全く知らない世代なんでただ映画館がたくさんあった頃はまだギリギリ間に合ってるんでうんそうやでうんそういうねまあ再生数はねっほんまに24とか二24でもいいわ本当にね二24でもいい本当にそう再生数に縛られない縛られないうんそうやな それはやっぱり生きてうですねまあねいい時代と言ったらあんまり言いたくないですけどまあでも楽しいことをいろいろ目にしてきたというかそれこそ新助さんだったりとかビートたけしで今日描けましたけどビートたけしさんが出てきて駆け上がってくるのをずっと見れたりとかしてるんでそれは俺はそうなんですよビートたけしがこう天下を取っていく過程は見れてないですよ。 ひょうきん族で、うん、僕はだからあ、5歳、6歳、それでね、認識した世代ですから、だから、あの、ダウンタウンはほんまにこの4字ですよ、<の>だからこう。 のし上がっていて東京へ行ってっていうこのすべてのプロセスを見てるからそうそうそうでもやっぱりそれ残しときたいやんねまあ本当サブカルってね今日言うてましたけどサブカルもほんと最後の世代というかで僕にとったらねサブでも何でもなかったね、メインやったん柳田さんにとってはねでもほんと今サブカルって言われて皆さん若い方とか思われるサブカルと僕らが言うサブカルと全然違う全く別物が違うんだよ だもう残ってないというかホント最後の世代かなみたいな、うん、だからもうちゃんとしたりね、うん、来年こそ、はい、指導しましょうかほんまやねあっという間にエンディングでございます 今夜は柳田浩二さんと初登場、小野さんと、はいはい、小野さんのブログ、日々の泡、必、うんうん、読ですよ、はい、恥ずかしりもんがありますけれども、カルチャーおっさん、カルチャー爺さん、ね、必読の、僕、3年ぐらい遅れてると思うわ、なんとか取り替えさんと、ほんまにね、小野さんがいつも紹介してる韓国映画をまとめて一気に見たいですもん、老後、<laughs> それを楽しみに来てるんですよ。<laughs> でもねその老後って言ったらサブカルわかんわやっぱメ野さん忙しい中で思うは、ん、みんなあダメなんでしょうねあダメなあかんねそれでもね<ー>でもねもう時期に子供が遊んでくれなくなると思うんですよ、はい、本当に小学校、うん、中学年ぐらいでも遊んでくれなくなるから、うん、そうなった時にこの日々の泡を一気に遡って <laughs> ガイドブックでガイドブックですよ小野さんも見ながらだんだん忘れていったりするやろ あんあもちろんそうですよ、うんえー、でもたまに自分のブログを自分で検索して、いろいろ情報が、あ昔からこんなこと言ってるなとか、喜ぶポイント、大体一緒やから、ね、そうですね、やっぱ自分が書いてるだけで、分かるわ、それめちゃくちゃ分かるわ。<laughs> うん もうね、この,あの刑事カルチャーおっさんからちょっと定着させましょう、うん、定期的にやっていきましょうはい、はい、では来週もお聴きくださいせーのはまぐりはまぐり